と五代友厚先生に関する、まあ新世界から五代って言っとくけどね、その五代の言ってたその内陸シュトロンっていうのは犬の精子やカラスの精子由来の、要するに人間以外の精子がかかっちゃった部分の腫瘍である、受精卵なるその地球にとって腫れ物腫瘍である大陸は地球が排除しようとして大陸プレートの上に浮かんでるだけ、ね、中部に入れへんねん、内部に入れへんねん、絶対中部に入れへんねん、絶対そりゃそうやん、でもちゃんだね、パンパン弾いてんねん大陸をパンパンでな、パンパン弾いてんねん、パン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 って弾いてんねん、大陸を弾いてるわけね、パンって弾いてるわけ、いいっすね、パン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 弾いてんねん大陸を、弾いてんねん、ちょっと大陸をね、本当だよ、弾いてんねん大陸を、で実は大陸を弾いてんねん、地球が嫌がって人間以外の遺伝子である大陸をね、でその大陸には岩塩があるから内陸に首都も OK だったでしょうけど、日本列島は地球由来ね、つまりうちの吹き出物ニキビみたいなもんだけど、まだ受精卵の状態ですけどね、まあコールドスリープの状態を解けたうちの受精卵マリコがついに細胞分裂を始めます、この後ね。じゃあ大陸もズタズタになるけどね、もう弱ってるし大陸、ところが塩の問題ちょっと言うの忘れとって、ダルツね、サルトね、塩は結局じゃあ大陸は内陸に岩塩が吹き出したわけ、うわーってね、それを使ってる、まあ犬の精子由来の塩ね、ユーラシア大陸の方で、アフリカやったら牛の精子由来の塩で、アメリカ大陸やったらカラスの精子由来の塩を使ってはるわけ、つまりね、でオーストラリアやったらあれは亀やな、亀の精子由来の塩を使ってはるわけで、南極やったらそのトカゲ由来の塩をがあるわけ、岩塩がね、さてトカゲの部分やね、南極はだから2つあるの、南極大陸は、ね、でまあそのぐらいの解説、その際解説はそのぐらいしといて、で、じゃあ結局内陸でドイツに岩塩出るでしょ。実は神聖ローマ帝国が権力を握った理由っていうのは岩塩が出るからやねん。岩塩権力やねん、実はあれ。ね。で、ただその岩塩権力がね、だんだん劣っていって、なんだかって海塩技術が発達して。ね。それは実は東南アジアの技術やったん、塩田技法っていうのはね。で、塩田で何してるんですか、灰巻いてんの、灰。灰には何が含まれるって。まあ、ミネラル。植物を焼いたらミネラル化していくわけで。灰ってミネラルの塊になってんの。それを巻くね。じゃあ、アルカリイオン反応、アルカリ、酸アルカリ反応みたいなのが起きるわけ。ね。反応が起きて、ほんで、塩が析出するね。それは基本ね。で、それ、灰じゃなくても、マグネシウムでも似たようなことが起きるわけで。まあ、これからの後の時代、マグネシウムっていうのは、非常に重要なキーワードになるでしょうけど、マグネシウムだけじゃないよ。もちろんね。いかに、イオン調整をしていくかっていうのが人体にとって、まあ、人体だけでなく、他の生き物にとっても、それぞれのバランスのイオン調整があんねん。人間と猫とか全然ちゃうでしょ。人間と猫とはね、イオンバランス全然ちゃうでしょ。で、人間に、ふさわしいイオンバランスを整えていくのが健康の基本だし、そうしたらあんまり食べんで済むねん。これが穀物メジャーなどにとっては恐るべき真実やねんな、実は。でも人体優先、健康優先から穀物メジャーや製薬メジャーの意見を排除していかんと滅びるよ、あなたたち、ね、で、そういうわけでその東南アジア型の塩田技法が日本にも伝わったし、ヨーロッパにも伝わったわけ。それ、なんだかって、焼き畑農業があるでしょ、東南アジアは。畑焼いても、まだ生えてきてくれるね。そういう本当に植物にとっては理想的なところが、東南アジアなわけやから、そこで発達した塩田技法やねんな。でしょ。で、それを、まあ、ヨーロッパでやるのはちょっと無理があるけど、そやけど、まあ、なんとか海外に作れたわけ、フランスが。ほんだら、ドイツにこれ以上ペコペコせんで済むわーってなったわけ。ね。で、イギリスの方も、海塩、開発するわな、当然。
で、イギリスとフランスがドイツの岩塩権力から独立したっていうのがヨーロッパの深刻な対立の解説や実は。